ランクフルト琉球のゴールキーパー、天才的なプレーを見せつける。こいつ折ったら霊柩からひっくり返せそう。一森チャレンジ成功バージョン。多分、ゴールキーパーやりたくないんだと思う。覚醒した飯食らでそう。少年、日本リーグのゴールキーパーの映像を見て参考にしたんだ。もう、あの子一人でいいんじゃないかな。ドイツでは一番上手い人がゴールキーパーやるからね、草。体育の時のサッカー部すぎるだろ。このまま成長していって大失敗を学ぶとこのキーパーはバカ成長しそう。実際足元のあるキーパーは結構優秀だからな。喫茶罰としてゴールキーパーやらされているんだろうな。トシ、サッカー好きか？海外ではゴールキーパーは一番上手い子がやるポジションらしいですね。ウィーレで大量得点してやっつけてた時にするやつ。